好きな YouTuber たまさまとどんちゃんです。はい、というわけでですね、今日もやっていきましょう。はい、50コインで買える希望、希望ついてこい、しゃあついてこい。というわけでね、本日のワード、ね、運は行動すればついてくる。よっしゃついてくる、ね、ついてくる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 言うてるとね、なんか僕のちょっと好きなお金持ちの方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、なんて言えばね、意識するってことはね、大事ですよね。はい、うん、まあ、例えばですよ、なんかこう、逆に言うとね、いや、運がないんだよなって言ってる人って、イメージ的に、なんか行動しない人が多いなと思いますね。まあそうですね、行動しないっていうか、まあ、うん、知り合いというか、ここにもいらっしゃいますけど、うん、今日は出る、今日は当たるっていう、先行の意識を持って遊びに行く人がいるので、はい、そうね、いや、まあそれも大事だなと思うんですけど、なんか結局のところですね、まあなんていうか、例えばこれもっていうのはなんか運がある運がないっていうことは僕は行動にまずあると思うんですよね。うん、なんか例えばですね、なんかそのまあ極端な話言ってしまえばですね、宝くじも買わなきゃ当たらない、まあそうですね、はい、うん、ね、買って当たらない人がいっぱいいる中であれなんですけど、うん、まあその中でやっぱり行動ありきかなっていう、うんうんうん、まあ幸運イコール行動ありき、うんうん、そんな感じかなと思ってるんですけども、まずそのなんか運がない運がないって言ってる人ってずっと待ちぼうけなんですよ、やっぱり、うんうんうん、なんか木の根っこでこうねうさぎが来るの待ってるみたいなうんうん、うん、感じの人が多いかなって思うんですよね。でもやっぱりなんかそういう人ってなんかそのもうまぐれあたりみたいなのをずっと狙ってるみたいな、うん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 、一発逆転みたいなのずっと狙ってる人で、なんかそれはね、生きてりゃなんかそういう風に当たる時もあるけど、そんなの何百分の一、何千分の一、何万分の一じゃないですか、うんうん、それずっと待ってるのって俺なんかすごい時間の無駄だなと思うんですよ、うんうんうん、だったらいろいろ行動した中で何か当てる方が早いと思うんですよね、うんうんうん、だしやっぱりなんかその行動したことによってなんかその僕こうなりたいんです、私こうなりたいんです、ありたいんですみたいな感じになってる中で、それが認知されてって、ああじゃあ手伝うよとかこうしますよって、うん、ね、力を貸してくれる人たちがなんかこう周りに集まってきて、うん、なんかそれが結局人が運んでくるものが運かなと思うんですよね、うん、希望の手ですよね、うん、だからやっぱりそれがなんかやっぱりその自分が知ることが、例えばその人の知ることがさ、うん、なんかすごく素晴らしくて、あじゃあ僕も何かあったらねってこう手貸しますとか言ってくれる人がいて、うんうん、なんかそういうのが人が増えていくってことがまずなんかこう、あ自分にこんなに協力してくれてる人がいる、運がいいなっていう言葉になるじゃないですか、うんうん、でもその運っていうのは運ぶって書くけど、やっぱりそれを運んできたのは自分でもあり周りの人たちでもあるっていうところなんですね、うんうん、なんならこう周りの人たちが運んできてくれるものが多いって思うんですよ、うん、だって自分の中でこうあってだけでやっててもやっぱり限界ってやっぱ限界値はあるんですよね、うん、なんか調べたりなんか行動したりでも、あそこのところに、かゆいところに手が届くよっていう人がね絶対周りにはいたりとかするから、うんうん、そういう人たちに助けてもらう方が早かったりするし、うんうん、自分の盲点の部分で、あ、ここ、こうできるよみたいな、あ、それ助かる、よかった、運がいいってなるじゃないですか、うんうん、なんか多分そういう風に作っていくものかなと思うんですよね、うんうん、運っていうのはギャンブルとかそういうのはね、またちょっと違ってくると思うんですけど、意味合い的にはね、やっぱりだからそういう部分じゃなくて、なんか本当になんかこう、自分のこうビジョンがあって明確に動いていて、それに対して努力をしていて、向き合ってて、まっすぐ進んでて、周りの人たちもそれを知ってて、その上でこうおのずとこう寄ってくるものが運なのかなっていう気はしますね、うんうんうん、そうですね、うん、まあ僕らが2年前に行った、うん、町会議、うん、もう基本行かなかったら、うん、あのステージには立てなかったし、うん、整理券を持ってこなかったら当たらないものだし、うんうん、それはでも実行して運がついてきたっていう感じではありますよね、あれは、うん、まあ、本当になんかこう行動一つでやっぱりなんか起こることっていうものであって、なんかそのね、一日ずっと 寝て暮らしてれば何かがいいことがあるって思うんではないと思うんですよね、うん、なんか多分そういう人ってきっと何も行動しない人なんですよね、うん、なんか面白いことないかな、なんか運がないかなとかって人って大抵そういう言葉を吐いてる人って絶対行動しない人が多いですね、うん、周りで思うと思うんですけど、でもなんかやっぱり行動してる人とかバーってそういう風に頑張ってる人ってやっぱり
いや俺運がいいと思うんだよねっていう人がやっぱり相手の形になってきてる人って多分そういう人が多いと思うんですよね。絶対なんか守られてるとかなんか全然運がいいっていう人は周りのそういう人に助けられてるものだと思ってるので、なんかやっぱりそういう部分でなんか運っていうのは自分で作れるもの、ただしなんかその分の努力はやっぱり絶対しなきゃダメと思うし、まあ、周りに認知されるものでなきゃダメかなって思うところはありますね、まあ、やってダメでは運ないなっていう人もでもやってることによって運をつかみにいってますからね、だからまあそれもなんか回数なんですよ。だから例えば1回でくじけるのか、ね、2回3回もしくは10回100回1000回、1万回やれるのかっていうそういうところだとは思うんですよね、でやっぱりなんか今の世の中は結構変わってきてると思うんで、昔はどんだけやっても報われなかったものが今は量産すれば多分形になったりとか、そういう世界でもあるっちゃあるので、なんかその努力は無駄じゃないかなって思うんですよ。よくあの漫画家とかエッセイの人とかも、こういうことを言ったらあれなんですけど、すごく絵が上手くなくてもあこれなんか味があるなって人が売れたりとかするじゃないですか。そういうのってやっぱりやり続けてきたからですよね。そういう努力っていうのは絶対報われる時もあると思うので、SNS 発信しててなんかそういうのでなんか掴めていく人はね掴めていくんじゃないかなと思います。だからもう本当に自分でいやそんなの無理だしっていう決める前にまず行動してみてやってみて、でそういうフォロワーとかファンがついて、なんかなんとなく有名になっていく人ってやっぱりいると思うんで、なんかまずはなんか続けてねこう継続して努力していくことかなと思います、なので行動すれば絶対運はついてきます、はい、というわけで皆さんね頑張ってみてください、はい、というわけで本日もね LINE スタンプの方こちら気に入れば買ってみてください、はい、そして動画の方気に入れば高評価グッドボタン、ね、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上すすきの YouTuber タムスマとブーちゃんでした。したっけ未来は君の手の中。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。